トライアウト選考というものに挑戦したいと思っています。でノア君はそのトライアウト選考実際に向かったということで、私が一緒に働いてみたいなと思うのは、どうもしゅんです。こんにちは。今回はサイバーエージェントの一次選考によくあるトライアウト選考というものに挑戦したいと思っています。で具体的に言うとワンデイインターンとかをギュッと短くした選考なんですけども、新規事業を考えてくださいとか、まあ、なんかテーマを与えられて、それを一定期間内で考えて面接官に発表をし、その場でフィードバックをもらい、で改善したものをまた提案するというような面接となっております。今回面接官サイバーエージェントの方ではないんですが、就活のプロの問い合わせさんに評価をいただいて、ここがポイントなんじゃないかであったりとか、もっとこうした方がいいみたいなところを視聴者の皆さんにも分かりやすく伝えられたらなと思ってます。じゃあ簡単に2人自己紹介お願いします。星井翔です。川崎直と申します。お願いします。で野川君はそのトライアウト選考実際に向かったということで、まあ、結構有力候補ということでやっておりますが、今回面接官をしていただくのは問屋野さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実は直接指導で、サイバーエージェントさんには10人以上内定者を出したものがあります。ですので今日の面接担当もとっても楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですけれども、お題を発表させていただきます。クライアント選考では今から20分以内にお題に対してテーマの提案をしてもらいます。そのテーマの提案に対して私がフィードバックをしますので、さらにそれへの改善案を出し続けていただきます。お一人様何回でも言っていただいて結構です。ではお題を発表しますので聞いてください、はい、ちなみにパソコン等で調べていただくのは OK です、はい、では参りましょう。お題は就活生の負を解決するサービスを提案してください。負はネガティブな面を表す負です。では早速ですがよろしくお願いいたします。お願いいたします。僕が考える就活生の負を解決するサービスは新卒版リファラル採用サービスを考えました。具体的には就活生の負はまず一番は自分の強みがわからないし、強みがわかったとしてもうまく伝えられないというような負は多くの学生の中にあると思います。うまく伝えられないであったり自分の強みがわからない一方で、できることとしては関係値の近い友達、部活の先輩であったりとか、あとは大学の教授であったりっていう方はある種他己分析みたいな形で自分自身がどういう人間かっていうことを客観的に判断してくださると思っています。なのでこの新卒版リファラル採用では学生自分で PR するのではなくて、周りの友達や先輩が評価をし、その評価 PR を軸に企業がその方を採用するか否かを決めるという手法を取りたいなと思ってます。しゅんさんありがとうございます、はい、非常に分かりやすい説明で助かりました、はい、追加で一つお伺いしたいんですが、リファラルを学生同士でする場合はおすすめ文を書く方、推薦される方も学生同士になると思います、はい、学生は会社員経験がありませんから、そういった面で客観的に分かりやすく強みをアピールすることが会社員向けには難しいのではないかと感じたのですが、いかがでしょうか。はい、おっしゃる通りリファラル採用ってでも誰が紹介するかが一番大事だと思うんで、その紹介する人の権威性みたいなところがないとなかなか難しいなっていうのはおっしゃる通りだなと思ってます。その策として対象者の思考、考えていることや性格を数値として出すっていうのはすごく大事だなと思っているので、具体的なエピソードはもちろん思考性、例えば道徳心があるかとか積極性があるかとかっていうところを1から5の基準で数字で判断できるようにしたいなと思っています。誰が評価するに関しては、例えば丸々内定者であったりとか、実際に就職活動に成功した学生の紹介みたいなところは一定色が変わったりであったりとか優遇されるというような仕様にしたいなと思っています。なるほど、ありがとうございます、はい、可能であれば就活エージェントさんとどのように差別化をするかもう少し考えた後でご提案もう一回お願いできますか。はい、承知しました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、はい、
お願いいたします。まず問題点、就活生の不運っていうものは、今簡単に調べたところ一応やりたい仕事が見つからないっていう部分だったんですね。でそのやりたい仕事が見つからないっていうのは、体験しないからっていうのが原因かなとか、知らないからっていうのが原因かなと考えていて、例えば中学生であれば教師になりたいって思うと思うんですよ。なぜかっていうと、教師と関わる人が多いかなっていう部分で、何かしら関われる機会っていうのを作れたらすごいいいんじゃないかなと考えました。でその際、良いなと思ったのは、例えばマッチアップアプリであれば、実際仕事をしている人と関わることができるっていうのがあるんですけど、話を聞くよりも実際に体験した方が仕事っていうのはどういうものか分かりやすいし、合ってることが分かりやすいっていうのがあるので、インターンではないんですけど、一日本当に仕事体験できるっていうのをマッチャーみたいな気軽な感じでもうマッチングして、一日だけじゃあ体験しようっていうサービスがあったらいいなと考えました。一つ質問させていただきたいんですけれども、はい、既存のワンデーインターンとはどういうふうに差別化したいと思いますか？はい、その既存のワンデーインターンはまず説明会ばかりになってしまったりとか、例えば3時間だけのものであったりとか、なんかどっちかっていうと会社の体験をするってやり方で説明を受けるだけだったりとか、疑似的なものになってしまうんですけど、それよりは実際に会社に入って同じような業務をする1日、ちょっと先輩についてもらいながら、OJT ですけどって感覚でやっていただければ差別化っていうのはできるんじゃないかなと考えています。なるほど、ありがとうございます。さらにお伺いしたいこととして、はい、実現可能性についてもう少し突き詰めていただけるといいかなと思っていて、全国から学生を集めて、はい、で就活生40万人いますけれども、はい、そのうち人気企業になると1万人以上が応募してきます、はい、それらの方全員もそういった、体験をすることは難しいと思いますので、はい、どうしたらそれを実現可能なプランに落とし込めるか、もう少し後で考えていっていただけますか？そうしました、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、お願いいたします。既存の就活エージェントの違いみたいなところで言うと、企業側の視点ですと、その対象する学生のへの理解であったりとか、情報がより多く多いっていうところによってミスマッチ、採用後の離職率が下がるっていうところがメリットだなと思っています。でかつ採用予算みたいなところでも安く採用できると考えています。既存の就活エージェントでは、だいたい30分から1時間の面談をし、その学生がどういう方かっていうところを察知して、知った上で紹介するっていうのが、今の既存のビジネスモデルだとは思うんですが、それだと30分や1時間で、その人の本質であったりとか、苦しい時にどういう反応をするかとかってわからないと思うんですよね。一番分かってるのはやっぱ関係値の深い人だと思うので、関係の多い学生の情報が集まっていることが他の就活エージェントの違いかなと思っています。ありがとうございます。今のリファラル採用ってどういった仕組みで運営されているかご存知ですか？今のリファラル採用に関しては、この会社の社員さんがその知り合いの優秀な方を紹介するという座組が主流となっています。ありがとうございます。その通りですね、はい、社員さんは紹介するメリットとして何を得ていますか？はい、一般的になんかビアボーナスみたいな形で社内の一定の報酬が与えられたりとか、あとは評価が上がったりみたいなところが謳われてるんですが、実際社員さん側の明確なメリットがない設計が多くて、なかなかリファラル採用が進まないっていう現状の企業側のことがあると考えています。良い視点だと思います。では利害関係がない人間がなぜリファラルをしなくてはいけないかというところに立ち返るのですけれども、はい、おそらく現状その設計がないのかなというふうに感じたので、はい、どうやったら利害関係がない人間であってもリファラルをしてくれるのか、そういった観点でもっと深掘りして教えていただきたいです。はい、はいはい、お願いいたします。今回就活生の負を解決するサービスのところでメタバースインターンというものを考えました。まず前提として就活生は新卒を想定いたしました。また主体としてはサイバーエージェントを想定いたしました。今回負というのは様々あると思うんですが、入社後のミスマッチに着目いたしました。というのも現状会社説明会だったり集団座談会、面接など様々な選考プロで社員と関わる機会があるので、カルチャーを知る機会はあるものの、実際の業務という面では推理指定のインターンしか行われないため、なかなかわからない現状があるかなというふうに思います。でそういったところに目をつけたのがこのメタバースインターンでして、現状サイバーエージェントというのは、アベマを中心に広告ゲーム、エンタメと三本軸で、授業を行っており、こういった IT 面に様々な強みを持っていると思います。またマクロ的環境でも、近年メタバースなど、仮想空間への注目も集まっており、そういったところで業務がわからないというところの課題に対して、仮想空間内で実際の業務をイメージしたアプリを提供していくことにより、解決できるかなと思います。
これによる効果としては大きく2つあるかなと思っていて、まあ、1つ目は就活生が業務のリアルを教えるのでミスマッチが減ること、で2つ目はその企業側としても長期のインターンをやったとしても人件コストを直接人が使う時間が少ないのでそこを減らすことができるので、最初の初期投資は必要ですが長期的に見たらコストを削減できるということがメリットかなと思います。非常に面白い観点で、極めて、サイバーとのマッチングも強く素晴らしい案だと思いますが、どういった方を対象に実施されたいかというのが、はい、今のところまだクリアに私には伝わっていないので、はい、どういった方がそれを参加することを想定しているのか後でまた教えていただけたりしますか。はい、わかりました。はい、はい、お願いいたします。紹介する人のメリットの設計みたいなところがご指摘いただいたと思うんですが、はい、そこに関して、まあ、大きく2つ施策があるかなと思いました。1つは紹介者に対してお金をお支払いするポイントをお支払いする、2つ目が、まあ、信用のスコアをお渡しするという、施策を考えました。具体的には今就活エージェントが行っている人材紹介料の相場が80万円を想定しているんですが、我々の今考えているプラットフォームに関しては成果報酬型および月額利用料、いずれにしても相場の既存の就活エージェントにかかる人件費であったりとかがかからない構造になっているので半額で利用できるようにしたいなと思っています。加えて企業からするといい人材が取れるのであれば、まあ、お金を支払いすると思うので相場が80万円のうち40万円で弊社のサービスを使っていただいて、その3分の1もしくはまあ半分を紹介してくださった方にお支払いするという構成にできたらなと思っています。加えてそこの紹介したらお金が稼げるという世界観だとどうしてもお金儲けに走ってとにかく紹介しようという構成になってしまうと思うので、信用スコアみたいなところを設定して入社後にちゃんと定着しているかであったりとか内定承諾をしているかどうかみたいなところの数値と点数を関連付け、紹介者側の口コミ評価を追加できたらなと考えています。最後に1点だけ追加でお伺いしてみたいのが、はい、友達がこれ多い人が圧倒的に有利なサービスだと思うんですけれども、はい、今コロナ禍において友人関係先輩後輩関係を作ることが非常に難しい状況です。でそれを乗り越えて実現可能なサービスにするための施策を教えてください。はい、友達が多いという課題、多い人だけ勝つんじゃないかっていうのは僕らがしたいこととは全く異なるので、隠れた魅力ある人材が正当に評価される世界観を作りたいので、1人に対して口コミをできる人数の上限を設けようと思ってます。例えば4名までに設定すると4名以上仮に友達がいたとしても厳選しなきゃいけないっていう構成にできたらなと思っています。あれ忘れちゃった。はい、一旦以上です。はいはいはい。じゃあお先に。先ほど実現可能性について聞いた段階なんですけど、今回とりあえずタイトル考えました。ガチ体験ワンデーフレッシュマンというタイトルをつけました。はい、で実現可能性に戻るんですけども、まあ、そもそも人気企業1万あるというところで就活生40万というところだったんですけど、まあ、アクティブな就活生で届けばいいなと考えたときに、例えば20万人ぐらい、半分ぐらいかなっていうのがありました。かつ人気企業1万って書いてあったんですけど、まあ、ここはじゃあ企業じゃなくて業種で体験できるってところにフォーカスすれば、まあ、その人気企業に行く必要がないので、まあ、そこの人数の問題は解決されるんじゃないかなっていうのがあります。新卒の求人倍率の 1.5 倍みたいな数字が出てるので、まあ、そこはまあ企業的にも来てほしいっていう企業は結構多いんじゃないかなって思いましたので、まあその人数っていう面で見れば不可能じゃないかなっていうところになりますね。なのでイメージとしては本当に企業に行くよりかは、まあ、公務員だったりとか、まあ、農家であったりとか本当に職種っていうところに体験していってもらいただこうかなって考えました。ありがとうございます。はい、できればですねどういった学生がその参加したいと思えるのかっていうところについて深めていただけると嬉しいです。はい、で今ちょっと申し訳ないんですけれども隣で手を挙げていらしたのでお話を川崎さんに伺いたいと思います。はい、最後ずるいですけど、はい、マーキーに喋らせないようにしたろうと思って私が一緒に働いてみたいなと思うのは2点目、テストプランという言葉を使う。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。